人生のいろいろな選択肢を与えてくれる自力で月収20万円稼ぐというこの状態、これを達成するための具体的な方法について今回の動画でお話しさせていただけたらと思います。月収20万円最短で稼ぐための方法、こちら重要な点としてはになります。はい、どうもこんにちは、寺井です。今回は倍まで月に20万円最短で安定的に稼ぐための具体的な方法について解説させていただけたらと思います。今回なんでこのテーマにしたかというと、僕は倍も物販の個別コンサルティングさせていただいているんですけれども、そこの生徒さんの目標としてまずは月収20万円を目指していきたいという方が多いからなんですね。倍まをやって会社員の月収の水準である20万円を稼ぎたい、まずは在宅ワークで倍ま1本で月収20万円を到達したいと、そんな方に向けて今回は倍まで月収20万円を稼ぐ具体的な方法をお話しさせていただけたらと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。僕のプロフィールはこんな形なので、見といていただけたらと思います。また今現在寺井大輝の公式 LINE アット登録者限定で超有料級バイマ初心者入門マニュアル無料で配布させていただいておりますので、まだ受け取ってないよという方はぜひ LINE アット登録していただいて受け取っていただけたらと思います。その他僕のチャンネルではバイマの始め方や収益を増やす方法を解説しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また個別相談も実施させていただいておりますので、そちら希望という方も概要欄の LINE アットの方、お友達追加の方もよろしくお願いいたします。月収20万円というと会社員と同じ給料の水準ですよね。そこを副業で稼ぐことができれば、ひとまずは会社に頼ることがなくても最低限自分の力で生活してご飯は食べていけるかなという状態になります。今でこそ月に100万円以上倍まで稼いでおりますし、様々なビジネスもその後取り組み、月に400万円以上はコンスタントに今稼いでいる状態になります。まあ、そんな僕ですが、このビジネスの入り口は倍まであり、当時は会社員の小さな副業から倍まを始めました。その当時の状況としましては、職場には結構嫌な上司がいたりとか、この仕事は本当に自分がやりたい仕事だったんだろうかと、このように考えていました。人生一度きり、なんとか仕事を辞めて20万円を稼げるようになって、最低限自分で会社に属さずに生きることができる。この状態になることがひとまずの目標でした。人生のいろいろな選択肢を与えてくれる自力で月収20万円稼ぐというこの状態、これを達成するための具体的な方法について今回の動画でお話しさせていただけたらと思います。では早速お話に入らせていただけたらと思います。月収20万円最短で稼ぐための方法、こちら重要な点としては時間管理になります。ということで、まずは僕がコンサルティングで教えているバイマの物販のビジネスの種類についてなんですけれども、バイマは無在庫転売という方法になります。どういうものかというと、先に商品ページだけ作成して並べておいて、そこで商品が売れたらその時点から仕入れてお客様の元へ発送していくことで利益を出していくことができるという形になります。なので、あらかじめ商品をめちゃめちゃ仕入れなければいけないということによる赤字リスクがないんですね。このように在庫を抱えるというリスクがないので、初心者の方だったりとか会社員の副業として隙間時間に初めて行うという方は非常におすすめの物販になります。なので、初めの1ヶ月はアカウントの作り込みから始まって、リサーチを行って自分のショップに商品をたくさん並べていかなければいけないというところが言えます。自分のショップに商品をたくさん並べていくというところから始まるので、今まで何も副業もビジネスもやったことがない人が突然その商品を出品していくという時間を費やすとなると、確実に頭の中がパンクしてきてしまいます。現に僕のコンサルティングの生徒さんで稼げるようになった方でも、初めの1ヶ月とか2ヶ月はもう本当に何が何だか分かんなかったとか、そういう風に言ってる方もいるぐらいです。会社で本業がある中、または子育てをされながらだったりとか、あるいはこの会社でもプラスアルファ残業があったりとか、その中でバイマを今の生活に取り入れていかなければならないというふうに考えると、より忙しくなってくるので、時間管理をしっかりしないとメンタル的にも負荷がかかって継続できなくなってしまうんですね。よって、この時間管理の部分というのは、最短で20万円を月に稼いでいくというところの目線とともに、安定的に月に20万円稼いでいくことを目指すときに非常に重要なものになっていきます。ではここで具体的に、僕が会社員時代バイマを副業で行ってきた時の1日のスケジュールについて共有させていただきます。朝8時起床になります。その後30分バイマお客様対応、こちら行います。歯磨きとか洗顔とかをしながらですね、この30分はバイマに当てるという形になります。これ、ね、歯磨きながら、こうやってね、スマホをいじってお客様対応したりとか、そういった形になりました。その後9時から始業になりまして、12時まで、これ午前中のお仕事ありました。でその間はバイマ触れないという状況でしたが、12時から13時、こちらお昼休みになります。ここがね、僕のポイントなんですけれども、5分ぐらいでもご飯を食べて、55分ぐらいはリサーチしておりました。いかに自分の無駄な時間を省くかというところを意識しておりました。この55分はリサーチと言ったんですけれども、リストの見直しだったりとかブラッシュアップ、こういったところも行っておりました。次に13時から18時、ここはまた再度ね、仕事に戻るというところになります。この時間は基本的にはバイマできないという時間になります。その後18時になったら仕事が終わりますので、家に帰って19時半ぐらいにはお風呂と食事と洗濯、こういったものを全て終えた状態でバイマを始めるという形になりました。今ではここ六本木のマンションに住んでいるんですけれども、当時は千葉の片田舎の 1K の家賃1ヶ月で4万円ぐらいかな、そのレオパレスに住んでおりました。
19時半から、夜の部バイマーは始まっていきます。その後お客様対応30分、リサーチ2時間、休憩30分ぐらいして、近くに、ね、コンビニがあったのでちょっとテクテク行ったりとか、そういった時間があったりしました。その後休憩が終わったら後半に入りますが、買い付けパートナーとの面談と、こういった具体的な業務を行っていきました。買い付けパートナーはその名の通り海外に住んでる買い付けをするパートナーのことなんですけれども、まあ、バイヤーと言ったりもしますね。僕たちの代わりに例えばフランスのパリの在庫を仕入れていただいて、仕入れた商品をお客様に送っていただく、まあ、こういったパートナーですね。こちら採用時の電話面談夜行っていました。まあ、時差があるので深夜でも OK かなというところになります。お昼に時間があればそこでも OK かなというところになります。こういったところを30分、その後外注課の構築、出品だったりとか買い付けさん、こういった人たちを募集していきました。その後教材を見て勉強30分、これはもう1日の終わりに近づいているんですけれども、覚えたいこと、こういった勉強は寝る前に行うのがいいです。最後に次の日のスケジュールを書く、これはまあ10分15分ぐらいで書いて、その後寝るという流れになります。このような形で最低でも5時間ぐらいは僕はバイマをやる時間を1日あたり取れていたかなというふうに思います。今ではほとんど外注化してスタッフに任せているのですが、当時は隙間時間はほとんどバイマに注いでいました。僕の時間管理の上でのコツ、ポイントとしては大きく3つあります。こちら皆さんに共有させていただけたらと思います。1つ目、まずは前日に次の日にやるべきことを紙に書くことになります。やるべきことの種類としては大きく分けて2つあります。リサーチだったりとかお客様対応など必ずやるべき変わらない部分と、毎日変動するパートナーとの面談だったりとか勉強する内容などの部分になります。ここを住み分けて、特に毎日変動する部分をタイムスケジュールとともにしっかり書き出すことで、今何をすればいいかなと考える時間を短縮することができます。それを朝起きた瞬間から実践することができるので、次の日にやるべきことを紙に書く、こちら次の日を効率に過ごすためにも非常に重要なことになります。こちらぜひ参考にしていただけたらと思います。時間管理の上で重要なポイント、その2、こちらスマホを触れない時間はスケジュールを確認するということになります。それを行うことで1日の中でこの後何十分後何時間後自分が何を行うべきかというところを意識することができます。このタイムスケジュールが頭に入っていると、その状態にその時間を持っていくために、今この本業の仕事をどのように取り組むべきかというところにつながっていきます。僕は薬剤師でしたので、例えば1時間後には業務を終了する、そのためにはこの施設のお薬を1時間以内に作る、そのためには今から15分以内に患者さんの薬歴を書き終える、このような形で行っており、今現時点での業務集中力をアップしていくこともできます。こちら2点目の内容になります。最後3点目の時間管理でのポイントは、スマホを触れる時間はリサーチをするということになります。バイマーは基本的にパソコンでやっていくと効率がいいのですが、スマホでも行うことができます。現に僕は当時パソコンを持っていなかったので、全てスマホでバイマーを行っていました。スマホプラス隙間時間、この2つが合わせた瞬間にリサーチと自分自身に刷り込みを行うことで、今何をすればいいかなと考える時間を短縮することができます。アップルの創業者のスティーブ・ジョブスも同じ服を何着も持って朝の思考時間を減らしていたという話は有名ですよね。スーパーで並んでる時など日中の隙間時間に行えたリサーチの分は、夜のリサーチ2時間、先ほど具体的なスケジュールご説明させていただけたかなと思うんですけども、リサーチの2時間を短縮してくれるかもしれませんし、よりクオリティの高い出品リストをその2時間で作成することだったりとか、その他溜まってるタスクのバッファ部分、すなわち余白部分にもなっていくことができます。このように細かくやるべきタスクを隙間時間に行っていくことにより、無理なくより安定したサイクルにつながっていくことができます。3点目はスマホを触れる時間は全てリサーチをするということになります。以上3点参考にしていただけたらと思います。今までの話を聞いて皆さんいかがでしたでしょうか。待って、これほぼほぼ本業以外の時間全部バイマじゃんと思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、そうなんです。本業以外の時間はほぼほぼバイマで行っておりました。このビジネスに取り組むスタンスとしては2通りあるかなというふうに思っていて、1通り目は長く時間をかけてコツコツと自分のペースで進めていきたいというふうなパターンと、2パターン目は推進力を持って行い短期間で実績を出していきたいというスタンスになります。僕は圧倒的に後者で早く実績を出したかったというところがあります。理由としてはこの20万円を稼いで脱サラ含め様々な選択肢を持ちたいと思っていたためになります。人生というのは短いので、なるべく早く自分の目標というのは叶えていった方がいいですよね。今まで YouTube や Netflix とかを見ていた娯楽の時間をお金を生み出す時間に変えていきました。そうすると僕自身薬学部時代は奨学金で大学に行ってましたので、その返済あと何年かかるんだろうということだったりとか、10年後の姿が自分の嫌いな上司ではないかという不安から徐々に解放されていきました。そしてその後、これ本当にこのままいけば脱サラできるんじゃないかという自信に変わっていきました。何もこのバイマーは自分が一生フルコミットしていかないと利益を出し続けることができないというものではないです。現に今僕自身は平均で1
1日1時間程度で月に100万円を稼いでいます。バイマーはこのように外注化できるので、その分最終的には自分の時間を作っていくことができます。バイマーで確かな収入を外注化して自動的に入るような仕組みを作った後は、ここからは価値観次第かなと思うんですけれども、今僕自身の話をさせていただくと、自分のモットーとしては現状の最大化、これがモットーになってますので、空いた時間はほぼ全て新規事業の立ち上げに使っています。僕はバイマーを始めた後サプリメントの事業を立ち上げたのですが、この事業もある程度中国ではシェアが領域によっては取れてきており、こちらも月商で5000万円程度の規模になってきています。その他の事業もいろいろ進めており、こういった新規事業バイマーのスクールの教え子とともに作ったりなど、かなりワクワクすることが今後非常に多いです。その他はまあさすがに息抜きもたまにするかなというところがありますので、旅行にはたまに行くぐらいかなというのが今現状になります。僕は正直今は忙しくしていますが、好きな場所に好きな時に行けますし、やりたい仕事もやれています。僕はそれを非常に幸せに感じています。最近ではヨーロッパ買い付け旅行も行ったので、その時のある日のルーティン動画も撮ったので、こちら見ていただけたら嬉しいです。バイマーはほぼほぼ外注化して、その空いた時間を僕は新規事業の構築に使っていますが、皆さんはこの状態になったら何を目指していきますか？ここには様々な選択肢があると思います。家族と過ごすのも良いかなと思いますし、あとはネットフリックスを見たりとかでしても、まあ収入があるなら全然いいですよね。僕もこのネットフリックスたまに見ます。僕のバイマーのアシスタントがこのネットフリックスめちゃめちゃ好きで、ジェイソン・ステイサムが出てる動画映画化めちゃめちゃ好きなんで、僕もおすすめされてほぼ全部見たんですけれども、他最近はねおすすめはないかと聞いたところ、スパイファミリーをねおすすめしてきたので、ここはちょっと今見るか迷ってるというところになります。こういったね隙間時間娯楽に使ってもいいかなというふうに思います。あとは趣味に使うのも良いですし、あとはもちろんさらにやる気があるのであれば、僕のように新しいビジネスに挑戦していくというのも良しです。このような状態になるためにもバイマーを続けていかなければいけませんし、初めはこういった会社員だったりとか、あるいは主婦業だったり、こういったものと両立しながら軌道に乗せていくというところを実施していかなければなりません。じゃあ僕は明るみになるために頑張るんだというふうに気合を入れて頑張るのもいいですが、よりロジカルにその成功率を上げるためにも、この時間管理という項目がバイマーで月収20万円を稼ぐ、そこまで最短で到達するという目線でも、その後安定的に稼いでいくという目線でも大事かなというふうに思いましたので、今回この動画を撮らせていただきました。参考になっていただけたら嬉しいです。はい、では最後まとめさせていただきます。今回は月収20万円を最短で到達する、またはそれを安定的に稼いでいくという中で時間管理が大事だというお話させていただきました。時間管理の上での重要な視点ポイント3つお話させていただきましたので、そちらまとめさせていただきます。重要なポイント1点目、前日に次の日のやるべきことを紙に書く。2つ目、スマホを触れない時間帯はスケジュールを確認して次の行動に備える。最後3つ目、スマホを触れる隙間時間はリサーチをするということになります。ぜひ参考にしていただけたらと思います。僕が副業をスタートした時、周りの人は誰も僕が成功できると信じていなかったと思います。僕自身特別な才能もなく普通の人間だったのでですね、その中でチャレンジを妨げる人間というのは必ず出てくるもので、君にはできっこないとか、月収100万なんて無理でしょとか、僕からしたらそういった言葉ってチャレンジした人に対するテンプレート通りの文章でめちゃめちゃ笑っちゃうんですけども、その人たちはチャレンジをしたこともなければビジネスの美の字も知らないということなんですよね。僕はバイマーに出会ってビジネスを学んで、そこから薬学というバックグラウンドを生かしたビジネスも始めることができて、今いろいろな新規事業を教え子たちと作っているというところを考えると、人生は大きく一変したというふうに考えております。チャレンジした人にしか見えない景色というのは絶対にあると思います。これはもちろん良くも悪くもです。ただ仮にそのチャレンジが失敗したとしても、その失敗すら長い人生という時間軸で考えたら財産になります。それを生かしてさらに次のチャレンジにつなげていくことができれば、またチャンスもありますよね。行動もしない口だけの人間の意見は一旦無視してチャレンジを継続していくことができれば、その選択はあなたの人生をあなたにしか見えない景色へと連れてってくれることでしょう。僕もチャレンジをこれからやめることはないです。一生に一度の人生、皆さんも一緒に新しいことにチャレンジしていきましょう。その中で僕のチャレンジの始まりはバイマだったので、皆さんもぜひバイマ無在庫転売チャレンジしてみていただけたらと思います。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄では動画の内容にしてほしい内容募集させていただいております。ぜひコメント欄にコメントしていただけたら嬉しいです。また概要欄には過去私が教えてきた生徒さんのインタビュー動画だったりとか、バイマで稼ぐための方法を解説した動画も載せさせていただいておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。それでは今後もこのようなバイマに関する投稿をしていきますので、この動画がいいねと思った方は高評価とチャンネル登録と、また通知が届くベルマークボタン、こちらも押しといていただけたらと思います。それでは今回の動画はこちらで終わりとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。今回はこちらで失礼させていただきます。バイバイ。